こんにちは、デザインペインターのオーラです。今日は、古材風しゃべりな2日目のスタイリングボード作りが終わったところです。今日は初めてのお客様、滋賀県からお二人来てくださいました。来る時は、インスタグラムを見て、あ、習いたいと思ってくださったそうで、で私の顔とかも知らなかったそうなので、もしもセレブみたいな、ザマスザマスの、親しみにくい、とっつきにくい先生だったらどうしようとドキドキしてアトリエまで来てくださったそうなんですが、私はこんな感じのとっても親しみやすいと思うんです。喋りやすいタイプやと思います。なので、肩に力も入れず気軽に、このアトリエにスタイリングボード作りをしに来てください。あなたの作品をもっと届けたいって思っている方に一生懸命私もペイントレッスンをさせていただきます。そしてアトリエにある、このものとか布とかお皿を使ってちょっとしたスタイリングや撮影のポイントなどもレッスンさせていただきます。